これね、MEO っていうのをまず補足しましょうかね。Google マップありますよね。で、上の方に出すっていうのは、これね、SEO なら MEO ね、マップエンジンオプティマイゼーションかな、っていうのあります。で、それを成果報酬でやりますから、まあリスクなくね、まあできますからどうですかっていう、まあそういう話で業者がね、話してくるっていう、まあそういうお話なんですけど、ズバリそういう業者はですね、お勧めできませんね。というのもですね、実際私もですね、何社か、まあ調べました。ね。お客さんから聞かれてね。で、実際調べました。で、ほとんどね、多くの業者やってるのがブラック MEO ね。要するに、違法な、違反なやり方が多いです。で、例えばですね、一番多いのが、店舗名に検索キーワードを入れて引っ掛けるようにする。これね、明確な Google 規約違反なんですね。例えばですよ、居酒屋、個室、貸し切りみたいなね。っていうキーワードを入れてですね、ね、居酒屋個室貸し切り、8円定みたいな。これ、規約違反です。まあでも規約違反でも今のところはね、それで上位出たりしてるんで、ね、それでね、ほら、ね、岐阜市、居酒屋個室で出ましたよ、じゃあお金くださいってね。こんな詐欺ですよ。子供でもできる。ね、みたいな、形でやってます。で、しかもですね、このね、違反はですね、するとですね、これバレたとき、ね、まあ、今、名前をね、違反の名前をね、正しい名前に戻されるぐらいの、ペナルティで済みますけど、これ先々ですね、そういう違反があまりにも頻度が渡るとですね、ペナルティでね、当然 Google さんは頭いいのでね、違反察知してね、アカウント削除とか、ね、もしくは順位をね、もうほとんど見えなくするとかっていうことをやる可能性が Google さんあるんですね。で、そういうリスクがあるにもかかわらずね、そういうインチキ臭い、ね、違反のやり方でね、で、順位上げてお金もらって、これもほとんど詐欺みたいなもんですからね、まあそういうことをやる業者っていうのは本当どうなのって思います。あとね、そういう MEO、ブラック MEO か、をやる業者さん多いのがですね、そうそう、やらせのレビューね。これレビュー見てわかるんですよ。同じような時期にね、星5のレビューギャーって並ぶみたいな、ね。こんなんバカでもね、これ完全にやらせじゃんって。このね、ちょうど1年前のこの時期ぐらいにね、やらせのレビューいっぱいやってね、MEO 対策したんだなって、わバレバレなんですよね。で、それでね、MEO に独自のノウハウある。バカかっていうね。もうどうなんかなって思うんですけどね。まあね、ダメですね。まあ基本ね、Google さんはですね、どんどんね、まあ今そういうね、ズルして通用する。で、Google さんがですね、そのね、それを発見する仕組みを入れてですね、で、ね、ズルをした人にはね、著しいペナルティを課すっていうのは、それの繰り返しがずっと SEO してきてます。で、当然 ME も、方もね、そういうの来ますからね、だからね、そういう業者は使うべきじゃないと思います。なんで、ね、まあ基本、ブラックな MEO のやり方やる業種が多いのでおすすめできませんけど、まあどうしてもね、MEO 対策したいっていう話であってね、自分ではできんっていう話であればね、まあやっぱりね、まあこれは知人とか口コミでね、信頼できそうなね、こう誠意やってちゃんと対応してくれてね、そういうね、ずるいやり方とかしないよっていうようなところに、まあ頼んだ方がいいと思います。まあ基本ね、メールで来る、メール営業とか電話営業で来るね、MEO、営業バリバリ MEO 業者ってブラックがやっぱね、どうしても多いんで、まあ中にちゃんとしたところもあると思うんですけどね、どうしても多いんでね、まあそういう業者にはまあ基本ね、出さない方がいいのかなって思います。